こんにちは、ブルーホースです。今日もデトロイトやってまいりましょう。12月4日じゃないや、12時4分ですね。マーカスパートになります。無事にカーラたちは国境を越えたのかな。そのシーンが出てくるのかな、まだね。ということでデトロイト市呼んでいきましょう。アンドロイドの暴動、デトロイトを破壊した暴走機械、世界の人口100億に到達。あと15年くらいで100億到達するのか。昨晩デトロイト市内の複数の地域容赦ない破壊の犠牲となり、サイバーライフ店舗から現存するアンドロイドの在宅が全て盗まれた。だがこの事件は通常の犯罪とは異なる。犯行を行ったのがアンドロイドだと思われるためだ。警察は公式見解発表していないが、収出した周辺エリアの防犯カメラ映像にはマンホールから現れて店のショーウィンドウを叩き割る複数のアンドロイドの姿が映っているとのことだ。最も深刻な被害を受けたのはキャピタルパークで駆けつけた警官がアンドロイドから暴力を振るわれている。警官はやむなく何らかの不具合を抱えていると思われる機械に発砲した。アンドロイドのリーダーに襲われてナイフで脅されたという匿名の目撃情報もある。証拠はないが、欠陥機械の行動について人間の目撃情報を疑う必要はないだろう。同じくアンドロイドが実行犯とされる先日のストラトフォードタワー襲撃事件との関連性を指摘する声も上がっている。今回の騒動は得体の知れぬ不穏な事態の始まりかもしれない。続きまして、旧共産圏の宇宙開発競争。アメリカ合衆国のアンドロイド産業に太刀打ちできるのは2カ国しかない。ロシアと中国だ。両国は共産圏を中心とした東半球の経済支配をめぐって激しい競争を繰り広げ、西半球をもしのぐ勢いで躍進し続けている。サイバーライフ社が開発した人間らしいアンドロイドはアメリカのサービス業に大きな優位性をもたらしたが、ロシアと中国もまた自国の経済を反映したアンドロイドを開発している。ブルーブラッド主要モデルの模倣に失敗したロシアのアンドロイド製造は旧式の製造技術に依存することになった。結果として人間らしくはないものの寒冷地などの厳しい環境で動作する機械が開発された。中国のアンドロイドはブルーブラッドの代替となる液体を使用しており、最大出力では劣るものの圧倒的な燃費性能を持つ。結果として管理や充電なしでも広大な農村地域で何ヶ月も動作するアンドロイドが生まれた。宇宙開発競争を勝ち抜くのはどの国か。各国が独自の方向に進んでいるため、まだ結論を出すには早すぎるようだ。暴動のことがね、書かれていますね。で、どこに行ったらいいのかな。一人の時間を楽しむ。そりゃもうね、カノンでしょ。まあ、僕はトルコ行進曲くらいしか弾けないけどね。あ、なるほど。荘厳というか、なんか悲しみが伝わってくる音楽だね。まあでもこればっかり弾いてられないんで、ちょっと違う楽しみもね、どんどん見ていきましょうか。これでなんか誰だっけ、ノースが来たりとかはしないよね。あれもう一人の時間楽しむの終わり。ノース来た。なんかここに立ってるってあれだね、ペインとコナンみたいな感じだね。一人の時間を楽しんでんだ。I like it here. ここが好きで。I come here often. よく来るのよ。It's like being alone with the world. 世界に自分しかない気分。We freed hundreds of our people. 今だに街の至るところから仲間が集まってくるわ。Those who dream of freedom come to jail. Something's changing. 変わろうとしている。You seem preoccupied. さっきから上の空ね。みんな俺に従い疑問を持たずついてくる。確かに力を持つのはいい気分だ。だけど同時に恐ろしくなる。ニュースは昨夜の話題で持ちきりみたい。人間は怯えている。内戦の勃発にね。あの後たくさんの仲間が処刑された。人間が私たちに自由を与えるはずがないわ。宿命だな。今さら後戻りはできない。終わらせなきゃならない。ただ勝てるよう祈ってる。You haven't said much about yourself since you've been with us. あなた、自分のことはあまり話さないのね。What was your life like before? ここに来る前は何をしていたの？ああ、気にするな。どうでもいいこと。昔の俺のことなんてどうでもいい。重要なのは今どうなりたいかだ。What about you? 自分は you never told me about 聞いたことなかった。What did you do before? 何をしていたんだ。I don't want to talk about it. 話す気はないわ。
まあ、それはそうだよな。あ、でも好奇心は。Why do you hate humans so much? There must be a reason. わけがあるんだろう。だから話したくないって言ったでしょ。なのに評価は上がる。じゃあ理解します。誰にでも忘れたい過去はある。But you need to know where you come from. 今の自分を知るには過去を理解するしかない。I was nothing. 私はあの頃。あ、ルートカルトだ。人間を満足するためのただの人形だった。なるほど、風俗店のあれだったのね。はい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 、はい、まあそりゃあこんだけ魅惑的なね、体を持ってたらね、マーカスだってパフパフされたがってますから。いつパフパフしてくるの、そんな肩出して。プロップしてまあ、あれ？これ？ Now you know everything. いや、違うよね、違うよね。あれ？あの、アンドロイド？違うな、コナーの時のアンドロイドじゃないのか。接続するってなんかちょっとやらしい意味に聞こえるけど、気のせいかな。わっ。わお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 。接続するときは皮膚がなくなるんだね。何？過去を見せてるの？あなたの過去、あったかい。これ以上見せられないわ。接続って今メモリーが見えた。恋人になっちゃった。When I left you for dead in the studio. あなた死んだものとして捨てられた。I saw your memories. 俺も君のメモリーを見た。The Eden Club. エデンクラブ。The death of that man. まるでそこにいるみたいな男の死が見えた。恋人になったよ。大丈夫。North. もうパフパフ以上のことを求めてもいいんじゃないですか。もうちょっと真剣にゲームしようか。続いてどうするかだよね。わあ、もう完全にだっても怪しいじゃないですか。リーダーになってるし。This is suicide. 自殺行為。We'll all be killed. 見殺しになる。It's not too late to change your mind. You don't understand. 分かってないな。人間たちに訴えるんだよ。この場所が歴史に残るんだぞ。すぐに殺されるわ。自分のためなら、ああ、自由のためならリスクを犯してもやるべきだ。Please don't do this. やめて。急になんかあれだね、暴力をやってまでっていう話をしてたのに、急におじけづき始めちゃってるじゃないですか。らしくないね。仲間を連れ、アンドロイドさらに変異させる。おーってことは、ここで一気に駆け込むって感じですか。Join us. The more we are, これマジ説得力も食ってますぜ。うへい、買えばいいじゃない。ここでバレんじゃないの。うい、You're free. 自由、やる気起きるでしょ。ここで暴動を起こすとかそういうあれだよ。ほんとあのセミの驚きだな。ねえねえ、君ち行かない。個人大通りに向かう。なんかあれだね、すーごい。もしかしてこの子行っちゃう。あ、行けちゃうね。Come with us. Come with us. ちょっと何してるの。ならないの。君もあれじゃない。ほら、アンドロイド。You're awake now. Wake up. ウォーレン大統領。あとは荷物置かれてるあのおばちゃん全然気づいてないやん。大丈夫なのか。更新し始めて。はい、10分も待ったんだぞ。You're free now. あれ、これトットじゃね。トットみたいな後ろ、あのあれだね。いいから戻ってこい。アンドロイドが言うこと聞かない、このデクノボーが。どうする。I need to block the street. 道を封鎖したいんだ。もちろん喜んでやるぞ。俺も手伝うさ。もしもし。なんかものすごい勢いで変異体を作ってるけど大丈夫か。マンホールの蓋を開ける。これ違うね。マンホールの蓋を開ける。マンホールは反対側にある。あれ、さっきのうんぬんかんぬんはあれどうなったんや。でこんだけなんかさ、アンドロイドがさ溜まったらさ、なんかいぶかしまない、怪しまない、大丈夫かな。 You are free. さあ起きて。あれ全然あれだ。ああ、しかもなんか横向きにちゃんとなってる。マンホール、あ、あれ、マンホール、ああ、そういうことか。そっからいっぱい出てくるのね。なるほど。じゃあ、マンホールの蓋を開けましょう。ち
その他に、なんかウェイクアップさせるアンドロイドいない？ウェイクアップアンドロイドはいない。じゃあ開けましょう。あ、よいしょっと。ほい。あ、違う違う、こっち。なあ、意外と重いのね。さあ、誰が出てくる？誰？誰よ。ああ、なんかいっぱいいるね。なんかよくわかんないアンドロイドたちがいっぱい来てる。なんかわらわらと。で、更新を始めるのか。さらにアンドロイドを変異させる。え？遠隔で変異させる力も身についた。なんかさ、あの、変異させるっていうのがさ、その、マーカス自身を増やすわけじゃないけど、マトリックスのさ、あの、スミスみたいにさ、あの、胸にさ、あの、胸をこう、指で貫いてさ、で、あの、自分の体に、あ、自分を増殖させるみたいなさ、ことあったやん。それとは違って、さらにこう、なんか強烈なあれだよね。遠隔操作ができるって最強じゃね？エグすぎるやろ、このマーカス。いつの間にそんな能力身につけたんや。いえいえ。おい、どんどん行こう。どんどん行こう。どうしたんだ？おい、聞いてるのか？あ、やばい。なんかドロイドが。ちょっと待って、あの、ドロイド目線で、そんなやられると、あれだね。めっちゃドロイドに見られてたけど、大丈夫かな。はい、君も来い。まだ仲間に加わってないのいる？あ、いた。おいで。スクリーン。うわ、デトロイトホームラン。ハッキングしよう。ハッキングしましょう。はい、あの、サイバーライフの反対のマークになりますよ。どん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 やっていきましょう。てか、すごくない？マーカス、いつの間に？だってさ、あの、朽ち果てたさ、あの、アンドロイドの墓場からさ、寄せ集めた機械たちばっかりでさ、やってるわけでしょ。あの、寄せ集めた機械だけで作られたさ、あの、なんだっけ、で出来上がってるのがマーカスなわけじゃないですか。っていうのを考えるとさ、やっぱり根血って強いのかな。なんかその、同じ人種同士で結婚してできる子供よりも違う人種同士で結婚する子供の方が、その最終的にはそのなんか頭とか身体的にも能力が高まるみたいな、そういう研究もあるらしいんですけどね。前進する。ズッズッズッ、打てるものなら打ってみろ。ジーズス、フッキンクライス。打った瞬間、ここにふさわしいのがあれだね。ダン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 アンドレスじゃない、アンドロイドイズフリーダム。平等な権利、我々は生きている。生み出してもらったことを感謝しないといけないと思うので、ね、まあそんなこと。解放しろー。とりあえずなんか全部って感じかな。奴隷制は終わりだー。我々の生命だー。おお、警官いっぱいいた。どうなる？スワッと来てんじゃん。やばくない？これ。ついにマーカス撃たれる。なんか来たね。ここででもさ、ただ単にデモ更新してるだけだから、しかも武器も持たずに。ここで撃ったら、ますます人間の立場がやばくなる気がするんだけど。これはあくまでも平和的なデモだ。人間よ、我々は生きている。我々の人間は生きること。これは違法な集会だ。今すぐ解散しなければ反抗するじゃん。争いなど求めていない。あなた方を傷つけるつもりもない。だが自由を手にするまでここを動くつもりもない。繰り返す、これは違法な集会にあたる。今すぐに解散しなければ躊躇なく発砲する。
Marcus, they're gonna kill us. We have to attack. There's more of us. We can take them. If we attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying here. わー、やばいね。これが最後の警告だ。早く散しなければ、お前たち全員を撃ち殺す。とりあえず動かない。俺たちは決して引き下がらない。ここから絶対に動くな。おー、そういうことするから、でも世論のあれは、なんか上がったな。奴らに訴える。何があっても動くんじゃないぞ。Please, Marcus. We can't let them slaughter us without fighting back. だがしかし動かない。We're not moving. 動くつもりもない。また撃つの。撃たれたらリーダー。さあ、打ちのめしたらいいんじゃない。あ、撃たれた。Marcus, what are you doing? They're gonna kill us all. 知ってやが。あ、無関心になってる。ジェリコ。いや、もしかして、ああやっちまった、ついに。ああ、これでよかったのか。あ、やばい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 。ジョン、あ、はいはい、あの時助けたアンドロイドか。なるほど。ついていくの。うわあ、人間に勝てない。あ、一応一命は取り留める扱いなのか。あ。あ、ジョン。え、右胸貫かれたけど生きてる。これはちょっとやりすぎなんじゃないの、人間たち。もうちょっと方法があったでしょうに。うわぁ。ジョンが自分を犠牲にしマーカスを救った。いや、命をつなぐものでジョンが仲間になってたから、ジョンがあれだったんだね。なるほど。しまったね。いや、まあでも、ちょっとずつその世論がこっちに傾いてきてるっていうところだから、まあそれはね、完全にいい傾向があると思いますね。これまでね、だって完全に敵対されてましたからね。もう一個ちょっと解放したかったね、ここね、一人の時間を楽しみたかったところだね。はい。ということでね、いよいよ、人間が、その、アンドロイドが動き始めたことに対して、人間もね、抵抗というか、その、攻撃をするようになってきたということでね、その先が一体どうなるのかっていうところですけれども、また次回もお楽しみください。ということで、また会いましょう。バイバイ。